うじゅちゃんでしょ、あれ食べたん。じゅうちゃん、なんで止めてくれなかった？何これ。我が家のキッチンは今こういう風になってるんですよ。ここの柵を注文してたんですけど、ちょっと確認してなくって、人気商品のため何月何日に発送しますみたいな感じで、で粒のドッグフード大きい袋で頼んじゃったから、まあこれが届いたんですね。で一応こうやって封をしてるんですけど、ドッグフードストッカーみたいな、なんか入れ物みたいなあるじゃないですか。あれまだ買ってないんですよ。朝起きたら破壊されてて、ドッグフードの袋を止めてる金具みたいなのが壊されてたんですよ。で誰かが食べた形跡があって、粒はまずそんなに食に興味がないから、あとあのお腹を見てもまあ大丈夫だと思うんですよ。粒じゃない、問題はこっちなんですよ。このお腹パンパンになってる。ねえ、うじゅちゃんでしょ、あれ食べたん。ねえねえ最近やっとコメントでうずのお腹がスレンダーになってきましたねっていただいたのに、なにこれ。うじゅちゃん、ちょっとご飯抜きよ、あなた。朝ご飯抜き、なにこれ、なんじゃこりゃ。はじめどっちが食べたんやろって思ってたんですよ。でもまあ粒見ても、もう粒普段からそんなやしね、食べなさい言っても食べへんもんな、あんた。だし粒はこのね、かわいいかわいいくびれがあるから、ちっちゃんはそんな悪いこともしないし、まあ破壊はするけど多分好奇心で入ってったんやと思う。何この部屋みたいな感じで冒険してたんやと思うんですよ。じゅうちゃん、なんで止めてくれなかった？うずが悪いことしてる時一緒になって悪いことしてたんでしょう。いつかやると思ってて上に上げたりしてたんですけど、たまたま地面にあれ重いか置いちゃってたんですよね。かー、最悪。君さ、食欲すごいよ。なんかブリーダーさんの中には、食べるまで食べさせてもいいよ、ワンちゃんは食べれない量分かってるからみたいないうブリーダーさんもまあいるし、でこうやって遊んでるし、ちょっとお腹がすごいだけで、あー失敗したな、ごめんな。うじゅー、何このお腹、なんやこれ、妊婦さんみたいになってる。大丈夫このお腹、大丈夫？うじゅ、重いんやろお腹。なんか今日遅いもん、動きがいつもより来るって。何あの人、ちょっと病院に電話しよう。何これ、じゅうちゃんこれ何このお腹。病院に電話したら今休診時間で先生がいなくて、ちょっと先生戻ってきたら言っときますんで、でちょっとしばらく様子見てくださいみたいな感じだった。なんなん、たまに食べ過ぎたりしたら吐いたり下痢起こしたりするワンちゃんがいたりするらしいんですけど、どうなんでしょうね。ちょっと様子見たいと思います。お腹重そう。粒は食べなくて悩んだけど、この人は盗み食いしてないもん。起き上がれへん。あれ起き上がれへん。あれ起き上がれた。粒とほぼ変わらんお腹になってる。まあ、元気そうやけど、さっきからいっぱいうんちして。うじちゃんお腹どう？病院の先生に電話したら、大
体調悪そうやったりしたらお腹のなんか楽にするお薬出そうと思ったけど、でも元気そうなのであれば様子見てくださいって感じだった。まあごめんな、じゅう。お腹ポンポコ丸。じゅうちゃん。ああ、うじゅう。もう、カプカプしないよ。で、うずは絶食です。昨日病院の先生に電話したら、まあ、食べたのはドッグフードだからそんなに心配はしなくていいけど、でももしそのうずがしんどそうならなんかお腹を楽にする薬みたいなの出そうと思うんですけどどうですかって言われて、でまあめっちゃうず元気だったんで、あ元気そうですって言ったら、じゃあちょっと様子見ましょうかって言って、で昨日からうんちが5、6本出て、で、うずのお腹は戻りました今日は胃腸のために、朝をちょっといつもより半分ぐらい少なくして、で、それをふやかしてあげたいと思います。で、お昼ぐらいにもう半分をあげてみたいな感じ。うち、ちょっとお腹見せて。ちゅうちゃん昨日びっくりしてんな。どうした、おめめ、おめめ痛いの？一緒にやられた、おめめ。どうした？あ、毛が入ってるのか。毛取ってあげるわ。お、ん？ちゅうちゃん可愛い、おめめが治った？あ、治った治った。目に毛が入ってたからびっくりしちゃった。うずちゃん、ほら、うず、くびれが戻ってきました。ベッド、うず、失礼。はい、お腹もいつも通り全部出たもんな、あんたな。一日にしてな、5、6本出たな、うちな。柵も届いたので、これからは気をつけたいと思います。ごめんね。昨日のお腹何やったん？戻りました。ようやく届いた。これで安心。